タンが取れてしまったのです。モカちゃん、俺裁縫セット持ってるからつけてあげるね。あ、それはいいのです。出た、プリントで指切っちまった。シュン、絆創膏どうぞ。ああ、助かる。ソータって何でも持ってるイメージあるな。あのリュックの中、他に何が入ってるんだろう。みんなで荷物検査。バッグの中身を見せて。昨日メレンゲクッキー作ったんだ。みんなの分あるからよかったら食べて。おお、美味しそう。ありがとう、ソータ。かわいいのです。大事に食べるのです。はい、これはシュンの分。俺はいいって。まあまあ、そう言わずに。私の名前は水戸ゆりか。幼馴染の獅子原ソータはお菓子作りが得意で女子力高めな男子。普段はこんなに可愛いソータですが、実は中学時代ヤンキー抗争区域をたった一人で一掃した伝説の元ヤンなんです。ねえソータ、そのリュックの中には他に何が入ってるの？気になってたんだよね。あ、そうだ、前に見た動画でバッグの中身を公開するっていう企画があったんだ。それ面白かったからみんなで今からやってみない？バッグの中を見せ合うってこと？いいよ。面白そうなのですが、ドキドキしますね、タッタくん。俺は大したもん持ってねえし、いいって。みんなのカバンの中身。俺はリュックにこんなの入れてるよ。ハンドクリームでしょ、日焼け止めでしょ。夏はわかるけど、冬も日焼け止めって必要？夏ほどじゃないけど、紫外線は一年中浴びてるからね。対策して奥に越したことはないよ。へー、徹底してるね。それと、制汗剤、ワックス、お弁当、水筒、ペンケースでしょ。絆創膏はベーシックなものと可愛い柄のやつもあるよ。さすが、女子力が高い。あとこれは、シマエナガコのポーチ。シマエナガコ？出た、女子力ポーチ。以前お弁当を食べるとき、そこから割り箸が出てきたのを見たのです。他に何入れてるんだ？秘密。気になる、シマエナガコのポーチ。次は、私のバッグの中身を紹介するね。完全栄養補給食、コンビニのパン、教科書、参考書、水筒、ペンケース。さすがゆりかさん、勉強系が充実しているのです。あ、今日はペットボトルも入れてたんだ。ペットボトル？ゆりか、なんでそんな大きいペットボトルが入ってるの？しかも2本。今日体育ないし、隙間時間で筋トレに使えればと思って。すげえな。ゆりかさんのバッグは持っているだけでトレーニングになっていると思うのです。時間の使い方に無駄がないね。では次は、僭越ながらモカのバッグの中身を紹介させていただくのです。本は必ず持ち歩いているのです。そうなんだ。モカちゃん、結構本好きなんだね。どんなの読んでんだ？タッタくんのエッチ。本の中身は秘密なのです。じゃあなんで紹介したんだよ。それからネイルのリムーバー。リムーバー？ネイルカラーを落とす液体のことだよ。そういうのがあるんだね。服装検査の時のために入れているのです。それと水筒、サングラス、トンクルーズのペンケースを入れているのです。サングラスなんていつ使ってんだ？そういえば、最近あんまりサングラスつけてないね。モカちゃん、最初の頃はつけてたね。あ、それは師匠が直視できないほど眩しい存在なのね。やっと師匠から放たれる光量を受けても耐えられるようになってきたとこ。危ない。大丈夫だった？やっぱりまだ眩しさに耐えきれないかもしれないのです。次はタッタくんの番なのです。な、大したもん入れてねえから。見たいな、チラッとでいいからさ。ほら、これはゲーム機しか入っていないのです。もっと入れてこようよ。逆に潔さを感じる。ま、置き弁してるし。抜き打ちで荷物検査とかされたら危ないかもね。大変だ、今日荷物検査やるらしいぞ。しかもよりによって怖い先生が検査に来るって話だ。
あの怖くて厳しくてめっちゃ怖いっていう怖い先生。マジかよ、やべ、募集なんてされたくねえ。これどう隠すか。ノカもネイルをチェックされるとまずいのです。すぐに落とさないと。なんかいいものを。よし、シュン、俺に任せて。さあ皆さん、楽しい荷物検査の始まりだ。抜き打ち検査。うん、いいだろう、次。ん？化粧は学校でする必要ないだろ、没収。やだ、嘘でしょ。検査あるって知ってたら持ってこなかったのに。何のための抜き打ちだと思ってる。さあ次だ。これは何だ。トレーディングカード。学校生活に必要ないものは全て没収だ。そんな。怖い先生、容赦ないのです。もうすぐ順番回ってくるじゃねえか。本当に大丈夫か。次は水戸。さすが、無駄なものがない。にしてもなぜ2リットルのペットボトルが2本も。まあ水分補給は大事だからな。よし、いいだろう。どうも。次は花江。ほう、本を読んでいるのか。感心感心。いいだろう。ネイルグッズはポケットにしまってセーフだったのです。次はタサ。何も入ってないだと。教科書とノートは。机の中です。逆に怪しい。死角に何か隠している可能性も。もっとよくバッグの中身を確認させてもらおうか。え、その反応、ビンゴ。何、やはり体というのか。いいだろう、クリアだ。焦った。次、獅子原。ソータ、ハンドクリームとかワックスとかいろいろ入ってたし、没収されちゃうかも。これは。ん？俺も大好きなシマエナガコのポーチ。ギャーイ。先生、どうしました？ガフン。可愛いもの好きと知られて威厳を損なうわけにはいかない。しかしこれ以上調べようとするとシマエナガコの可愛いポーチが俺を見つめて。もうダメだ、キュンキュンしてしょうがない。シシアラ、まあいいだろう。よかった。これからも抜き打ちで荷物検査はやっていくからな。気を抜かないように。検査が終わって。まさか本当に抜き打ち検査があるなんてね。ですが事前にバッグの中身を確認していたのですぐに対応できたのです。師匠に感謝なのです。達太くんのゲーム機はどこに隠してたの？カバンと同じ色の布持ってたから急いで内ポケット作ってそこに入れておいたんだ。壁に隠れる忍者みたいな感じ。さすが師匠なのです。マジで助かったわ。どういたしまして。そうだ、ハンドクリーム塗ろう。ムカはネイルを塗り直すのです。セーブしたとこからやるか。私は参考書読もうかな。ドキドキの抜き打ち検査もありましたが、みんなのバッグの中身が知れて楽しい時間となったのでした。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。